大籍した小座式モノレール電車である。本校では同系の中間車ユニットである800系電車についても記述する。出店日立運輸東京モノレールから分離され、再び開業当初の東京モノレールの社名とされてから初めて登場した車両であり、同社初の冷房車。制御方式は抵抗制御であり、また、主電動機ブレーキ装置を500系。 600型と共通化したため、両系列との並結が可能だった。製造年1982年から1986年にかけて2両編成5本が製造された。外観車体は600系の流れを組み15メートル級に扉のアルミ合金製となっているが、戸袋窓を廃止し、側窓の下段を固定化した。塗装は600系同様赤を基調に、前面の額縁部分、 全面倉庫及び、側窓周り、下部は白。車内、車内の座席は、セミクロスシートであり、信号 ATS 装置を床下に設置し一人がかり、座席と、切り妻部に二人がかり座席を新設。また、ロングシートの半分を2台とし、乗降客の流れを円滑にすることを図った。軽量化対策冷房装置を設置しつつ、車体重量を600型と合わせるため、 下記のような軽量化対策がなされた。冷房システム直流直接駆動分散式 DC750V15kW 2100kcalH 量。一般汎用品を利用したシステム構成とし、制御、動作電源は、車両の電源とは別系統。床下にパワーユニット、コンデンサー2台、量、ダイナモ1台、量、制御機、冷房用バッテリーを備え。 天井部分には、エヴァポレータユニットによって、各車両ごとに独立した2つの冷凍サイクルを確保し、外気を冷却除湿し、ダクトから車内に廃棄する。運転室から各車両ごとのサーモスタットによる自動温度管理操作を可能とした。同社が6両編成化を進めるにあたり、主に700系2両編成2本に増結編成する、中間車として心臓。 制御方式は700型と同一の抵抗制御だが、補助電源装置は、電動発電機から静止系インバータに変更、冷房装置も薄型化され、車端部に2機設置。700系、同様、500系、600型との両系列との並結が可能だった。製造年1985年から1986年に二両ユニット4本が製造された。 外観700型とほぼ同様だが、中間車のため運転台は、簡易運転台に変更、塗装を、側窓回り、下部を一続きとした。車内当初、座席は700系同様のセミクロスシートだったが、1993年にロングシート化改造を実施。700系同士及び、多系列と並結し500系、600型と共通に運用されたが、 1985年以降は、800型との6両編成で運行。その後1992年からは6両固定編成化も行われ、702.705708.709712の運転台を撤去し、これらは800系同様の塗装とされた。1000型や2000系の増備により1998年7月28日の営業運転をもって、 全車廃車された。700系、800系の廃車により500系以来の15メートル級二両ユニットのボギー車系列は消滅した。東京モノレール800系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。